Gリーグチェアマン野々村よちかさんです。お願いします。はい、お願いします。おはようございます。よろしくどうぞお願いします。はい、野々村さんは、はい、このミライフスタジアムに来られたの、去年も来られた、はい、去年何回目です。だ去年、その前はでも試合とかで来てる。あ、そうですね、来てますね。コンサドーレが J2 にいた時に社長として来られたと、はい、来てます。あ、何回目か分かんなくなっちゃいました。だんだんこういい空気感になってきますね、毎年毎年。あ、違うもんですか、変わっていく雰囲気。はい、そんな気がします。あ、そうですか。うん、渡辺選手はね、選手として、レノファで現役を引退したんだけど、自分が現役の時には、はい、選手の声援もね、残念ながら出しちゃいけない時期だったから、ちょっと寂しかったって話されてましたね。あ、そうですね、確かに。のちゃんととか、そういった声もやっぱなかなか少なかったですし、小枝松園っていうのは、最初に聞いた時とか、山口一番、はい、勝った後にみんなでラインダンスするんですけど、それとかは結構しびれましたね。なんか久しぶりに、こっちも声出せるし、向こうもね、騒げるというか、テレビで聞いてる分でも声が出てるのと出てないのこんなにやつ違うのかと思いましたもん。そうですよね。いや、なんかね、さっき選手のバス、この最初入場というか入るときに、はい、その前に準備されてるんですよね、まず、はいはい、で開幕の時に僕もちょっと近くにいたんですけど、いや、もうこんなんじゃダメですみたいな、もっと声出さなきゃダメですみたいな、はい、これしましょうみたいな感じで結構気合い入れてて、その姿がすごいなんか良かったなと思って、個人的に一体感があるというか。野々村さんも現役時代にいろんなね、声援のもとプレーをされてましたけど、やっぱ声援って違いますか。もうそこは絶対違いますね。うん、違いますね。勝たせてもらえたなっていう感覚をやっぱりホームゲームで感じちゃうと、ホームだとできるんじゃないかって特に思いますよね。そうですね。なんか試合の中でもこうな波があるとしたら、やっぱそれこう盛り上がる時ってこっちもこう気持ちが高まるというか、ここでなんか結果を残したいとか、はい、ゴールしたいと思ったりもするんで、セットプレーとかで。だからあとはサッカー結構そこが大事で、その強化とかサッカーのレベルを上げるっていう意味でも、その熱量のあるスタジアムでやってるかどうかってすごく重要だと思いますよ。札幌の社長になられて、社長でいらっしゃる間に、右肩上がりでコンサドーレも成長してきてって話をね、今テントのところで話をしてたんですけど、その成長具合っていうのはやっぱりサポーターの皆さん盛り上がりっていうのは当然一緒になっての成長でしょ。そこはそうですね。結局仲間がどれだけ増えるかっていうことになるんで、それはそのパートナースポンサーだけではなくて、サポーターのも数が増えれば増えるほど熱量上がるじゃないですか、はい、スタジアムので、選手はいいパフォーマンスを出すし、その熱量のあるスタジアムを見ると初めて来た人たちが、なんかいいなと思うでこっち側に入ってきてくれるわけなので、はいはい、そんな循環になっていくとクラブはどんどん良くなるかなと思います。そうですね。それではお二人と共に進めてまいりましょう。まずは野々村さんに、はい、渡辺社長がツイッターで、質問があったらぜひどうぞということでね、いろいろと書いてらっしゃる方がいらっしゃって、はい、ケイザブローさんという方がツイッターに書いてらっしゃってます、はい、夏川義弘監督とパサ道路で一緒にプレーされてたと思いますが、はい、とっておきのエピソードをお聞きしたいと。知りたいです。それはどんなピッチ上がいいですか。あ、ピッチガリでもいいですね。ピッチ上のエピソードはほぼないんですよ。ちょっと待って、どういうことなんですか。一緒にプレイしてないってことですか。なんか一緒に、なんかこう、練習終わった後に、いや、やっぱりやめときます。やっぱ監督なんで。いや、プライベートでよく、いろいろいました。やんちゃしてましたか。やんちゃっていうほどでもないんですけど、はい、だから練習でのイメージあんまないですね。練習と試合のイメージがない。練習の夏香さんは足痛そうだったもん。現役の最後の方で。そうですよね。ほら、チームメイトにかける言葉とか、熱いものを感じたとか、ない。いやいや、ありましたよ。僕がうるさい方なんで、夏香さんはどっちかっていうとこう大人で、どしっと構えてくれてるような感じだったと思います。Jリーガーから。J のクラブの社長に就任して、今はチェアマンでいらっしゃいますけど、僕ですか、はいはいはい、そろそろ今日野々村さんまず主役ですし、渡辺社長こういう話聞きたいと思うんで、はい、社長に就任して
まず手をつけたことって何です？いや知りたい。手をつけたことですか？うん、もう一番はまずそのサポーターに、現状のクラブこんな感じなんですよっていうことと、このぐらいのサイズだとあのうまくやっても勝ててこのぐらいですよみたいなことをしっかりとお伝えをして、でも僕らここまで持ってきたいと、はい、売り上げ、まあ、売り上げをこう持ってくると選手に使えるお金もこうやって増えていくわけですよね、はい、でそこをみんなで一緒にやっていきましょうって、だからこう立ち位置を合わせること、でじゃ強い相手とも当然やらなきゃいけないわけですよね。あの10億円ぐらい強化費で差がある相手ともやらなきゃいけないわけです、はいはい、でその10億円の差はサポーターがスタジアムで作るいい雰囲気でその差を埋めれるはずだから、それであの勝たせてくださいっていうことから、もう本当どのぐらい、もういろんなところでそんな話をしまくりましたね。だから身の丈こうよっていう話。そうでも身の丈を分かってない人が多かったんですよ、札幌の場合は。まあ、J1 に行ったりしてたんで、もっと大きいんじゃないかと、もっと強くて当たり前じゃないかと思ってた人たちが多くて、そうすると結構不幸なんですよね、強いと思ってるのに勝てない、はい、でも結局それはクラブ側のまだ営業努力も含めてこっち側が問題なのに、選手たちがなんかこう怒られるのもかわいそうじゃないですか。だから、ね、まあいい循環をみんなで同じ立ち位置になって作っていくっていうことから始めて、だからね、一番最初にはオフの時にサポーターに投票してもらって1試合目の練習試合のメンバーをサポーターが決めるっていうのをやったんですよ。高校サッカーみたいですね。じゃあこれはもう選手上がりからしたらありえないじゃない。ありえないんですよ。ですね、まあ、その現場からしてもありえないんだけど、でもサポーターの人たちが関わったらちょっと変わるんだとかっていう感覚を持ってもらいたかったんで、あえてそれをやったのは、一番最初にやったの何言ったらそれかも。ああ、兄さんからいただきました。これからの展望と J1 に行くために必要なこと、選手、はい、社長、チーム、サポ、それぞれについて、聞きたい。はい、社長どうですか。選手、サポ、J1、これからの展望と J1 に行くために必要なこと。はい、必要なことですね。はい、まあまずはね、小さなことかもしれないですけど、今日の試合まず勝つことだと思うんですよね。ここ拍手ですね。ここ拍手ですね。はい、それが一番今後成長していく上ですごく大事で、なかなかレノファって連勝、3連勝っていうところも本当に数少ないんですよ。そうですね。なんでそのまずは連勝することで自信がつくんで、選手たちも、でクラブスタッフも今やってることって間違いじゃないんだっていうことに気づけたりとか、まあ、うまくいってることはこのまま続けようっていう考えになるんで、やっぱそういったところで選手もそうだし、やってるこの会社の運営スタッフたちも自信を持てるので、なんかまずはそこが一番重要かなと思います。平均6000、7000っていけるようなこのスタジアム作りをしていかなきゃいけないと思いますね。平均7000ぐらい欲しいですよね。ちょっと景色変わると思うんですよね。最終節が7000ぐらいで、やっぱその時の景色って、はい、あのこのやってる側もやっぱめっちゃ入ってくれてるなと思ったり、声援、はいはい、の量がすごいなとか感じるんですよね。そこまでやっぱ行きたいですよね。野々村さんに伺いますが、まあ、社長になられてしばらくっていうのが、はい、まあ、現役時代もそうだったと思いますけど、コンサドーレってね、 J1 に上がる時もあれば定着できない時が続いてて、はい、で J1 に定着できたなっていうタイミングで J1 になったわけですけど、はい、ですからまあ成長過程をご覧になってるわけじゃないですか、その J2 で頑張ってた頃、 J1 に上がれてた頃、それから J1 に定着するって、このクラブの何だろう、成長具合っていうのはやっぱ感じるところあるんじゃありません？ありますよ。それはまあ、厳しい世界なので、まあ、さっきその売り上げの話してましたけど、僕始めた時は多分今のレノファと同じぐらいの売り上げだったんですよね。ああ、そうですか。で昇格するのに多分その倍ぐらいの金額が多分必要、最低限必要なんで、まずはそこまで持っていこうかみたいなことで、まあ、そうすると、まあ、変わりますよ。いろいろいる選手もやっぱりね変わるし、はい、で若い選手でいい選手っているわけですよね。でそれが伸びると、クラブが伸びてないと移籍していくじゃない、はい、
でもクラブが成長して、例えば給料もしっかりと払えるようなら、大体この選手と一緒に成長していくような感じですよね。だそうするとこうチーム作りも描きやすくてっていうような感じ。だからだんだん車がクラブハウスに止まってる車が良くなっていくとか。わかりやすいですね。そういう変化はあります。そうですね。それこそ沼田高谷の移籍はやっぱ同じ J2 内で、まあクラブのまあ売り上げとかその規模はちょっと違うかもしれないけど、僕の中ではちょっと就任ちょうどその同じタイムリーの状況だったんで、はい、引き止めたりはできなかったんですけど、まあ、正直悔しかったんですよね。そうですよね。この、うん、同じカテゴリーの中でも、はい、やっぱ向こうに魅力を感じたのかなっていうので内心結構悔しくて、その時期なんで、そこがもっとね、あのより魅力的だったらもっと残りたいと思うだろうし、可能性をもっと感じてもらえると思うんですよね。そうですね。これはでもね、 J1 のトップレベルに行ったとしても同じことはありますから、その海外のもっと上のリーグ行っても同じことはありますから、まあ、これは普通なことです、サッカーでは。あのよりだからレノガというクラブが魅力的になること、それはでも絶対大事ですね。絶対大事ですね、うん、その魅力的なクラブにしていく一翼を皆さんが握ってると。そう、まあ、それは本当にそうですよ皆さん。あの残り時間ちょっと短くなってきました。じゃあちょっと最後の質問にさせていただきます。こちらの方もねツイッターから来てるのでちょっと一ついきますけど、渡辺博文社長が J リーグチェアマンになる可能性はどう考えてますか。社長が広告塔になってっていう意識は当然終わりだったんじゃないですか。いやー、まあ、使えるものは使おうかなと思いますけど、その発信も大事ですけど、多分ね本当に30年ジェリーやってるともう凝り固まったものが多すぎて、もっと魅力的にリーグ全体をしていくためにはやっぱ変えないといけないところがたくさんあるんですよね。だからそのいろんなことを変えていくっていう作業は、はい、が一番重要というか、まあ、僕はそれをやれと言われているようなもんだと思っているので、うん、でも変えるとね、結構まあそれが普通だったと思ってた人からすると、なんでってなったりするじゃないですか。変えてもらっちゃ困る人もいるわけですし、ね、まあ、いますよね、うん、まあ、そういう人たちともしっかりとコミュニケーション取りながら、まあ、うまく進めていければいいのかなと思いますけど、まあ、発信はあんまりこだわってないですね。でどうなんですか、その J リーガーが社長になったって改めて渡辺さんに聞きますけど、はい、うん、そうですね。なんか小山さんにもちょっと言われたんですけど、はい、なんか最初その選手でいきなり社長になったから、あまりそのクラブ経営をやったことないことに関して謙遜しない方がいいよって言われて、謙遜しない方がいいよというか、そのもっと全然その自分が思ったことをどんどん発信していって感じた、そのじゃ言ったらクラブ経営ってやったことないからやってみたらこうだったよってみんなに伝えた方が一番リアルじゃないですか。だからそれをやっぱ発信していった方がまあ面白いし、なんかこうリアルを感じてもらえるというか、まあ、そういうスタンスというかあり方でいいのかなって思ってるんですよね。これ冒頭も野々村さんがそのサポーターとかスポンサーに説明してきたっていう話に割に近いんじゃないですか。あ、もういいと思いますよ、はい、で結局やっぱ勝ちたいと思うはずなんで、はい、勝つために何が必要かって考えていくと、うん、まあ、こことこことここはまあこうしなきゃいけないなっていうのは自然と出てくると思うんですよね、はいはい、それが大事と思います、はあ、うんうん、で、質問の本題に行きますけど、チェアマンになる可能性ありますよ。誰でももうそれはちゃんもどんなタイプの人が今必要なのかみたいなのが多分ね、 J リーグも時代によっては変わってくると思うんで、ナベちゃんの時代が来る時があるかもしれませんよ。それちょうど時代との流れの中でね、結果出しても結果ですね、結果はもうそれ結果を出さないと、うん、ダメですから、まあ、でもやっぱ面白いですよ、はい、小山さんがやっぱりこ鍋社長やってっていうふうに、はいはい、決めるわけでしょ、はいはい、そういう人がいないと、はい、やっぱなかなか変化を起こせないですからね。そうですよね、うん、だから野々村さんも社長になられたっていうことはその誰かが社長に引っ張り上げてくれた。そうです、僕はもうあの白い恋人の石屋製菓のその亡くなられちゃってました会長が急にやれって言ったんですけど、はい、そういうわけもわかんない人がいないとならないわけですよ。そうですね、世の中変えてる人って大体わけわかんないですよね。そうなんですよ。だから
面白くなるかもしれないよねってこのクラブはとは思いますね。小山文彦さんもうちょっとわけわかんない人どっちかというと小山さんもわけわかんない系の人ですよね。いないよね一応高校の後輩なんですよからねしかも演劇部の後輩だったので僕言われたけど僕が忘れてたという大変失礼がぶっ込んでしまいました、はい、あのぜひ最後にあの今日ね来られてるサポーターの皆さんに野々村さん一言残していただいて、あ、そうですね、あの、まあ、いつもサポートいただきましてありがとうございます。あの今日も話の中でしましたけど、あのクラブを勝たせるのはやっぱりもう社長たちが一生懸命やるのは当たり前ですけど、サポーターの皆さんが勝たせるっていう部分がかなりあの大きいと思いますので、あの今と変わらずまたそれ以上サポートいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。まだ試合も見てないのに無茶振りして申し訳ないですけど、どうしようレノファーがトップ6に入る可能性ってのはどう感じてますか？ J2 毎年結構、まあ、お金持ちクラブ結構揃っちゃった感はありますけど、はいはい、6位以内だったら十分チャンスあるんじゃないですか？そうです ね、はい、成長していく前提でですよ。成長していく前提ね、まあ、レノファーは成長していく前提で、まあ、そして渡辺社長にぜひ最後に一言。はいはい、今日も皆さんありがとうございます、はい、まあ、ジュビロ磐田ね本当に強豪で力のあるクラブなんですけど、もうレノファね勝てると思います本当に、はい、なので一緒にこれからこうクラブを強くしていくっていう意味でも一緒に声を出して、応援していきましょう、はい、よろしくお願いします。今日は試合前トークショーということで渡辺博美社長とそして野々村義和チェアマンにこちらに来ていただきました。声出し応援が解禁になりました。皆さんも今マスクしてらっしゃってますよね。でマスクをしたままで声出しができますんで、最後は拍手をしながらうわーって感じで、終わりにしようと思います。ちょうど12時になりましたので、ではお二人どうもありがとうございました。わー